ボリコラ西ガラビジョンジャパンのガラケニアです。大手民鉄ならびに JR から地方施設の方へ譲渡についてお話ししていきたいと思います。最近の車両、特に VVVF インバータの車両において地方施設への譲渡先が抵抗制御の車両に比べて異様に少ない。なんでなんだろうかということについてお話ししていきたいと思います。抵抗制御の車両は地方施設にとっていろいろな複雑な試運転だったりとか、そういったことをせずに入って鳴らし合ってで終わりという状態なんですが、 VVVF インバーター並びにそれ以外の複雑な装置が入っている車両が簡単に譲渡しないというのはなぜか、皆さん疑問に思ったこともあると思います。VVVF インバーターは省エネでいいというふうにされております。確かに回生ブレーキも使えてエコロジーの面においてもすごい優れております。ただ VVVF インバーターは問題がありまして、信号や踏切などの保安設備の支障をきたす恐れがあるので、 VVVF インバーターの搭載の車両を地方施設へほいっとやすやすと渡せなくている状況であります。これによって VVVF インバーター制御の車両の譲渡っていうのが事例が少ないのではないかと思います。東急の事例でお話しいたしますと、東急7000系7200系各地方の施設の方へ譲渡がなされているんですけど、東急8000系並びに8500系以降において譲渡先が先ほどの7000系列に比べて譲渡先がすっごい少ない。なんでなんだろうと思うんですけど、東急8000系8500系は抵抗制御ではなく開示ショッパー制御並びに20メートル車の車両でありまして、地方施設が求めている18メートル以下ではないので、やすやすと譲渡することが難しくなったのではないかと思います。また開示チョッパー並びに VVVF インバーター制御というのは信号踏切などの保安設備に支障をきたす恐れがあるので、入念に試運転を行い、その後乗務員の鳴らし運転をした後営業運転に入るそうなんですが、営業運転までの道のりが抵抗制御に比べたら若干長い部分ではないかと思います。今日は短い動画でしたが、これで以上にしたいと思います。この動画が面白ければ高評価チャンネル登録してくれるとすごい助かります。次回のボリコラでお会いいたしましょう。では。